ハンス・アダム2世は、リヒテンシュタイン公。先代のリヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ2世とその妻ゲオルギーナ・ホンビル・ツェクの間の長男。1989年に即位し、以来リヒテンシュタインの元首として、統治を行ってきたが、2004年8月15日に、長男のアロイス公使を摂政として統治権を譲り、自らは名目上の元首としての地位のみを有することとなった。 なお、リヒテンシュタイン家は、オーストリアハプスブルク家の家臣であったという、歴史的経緯から、オーストリア国籍も有している。ハンス・アダム2世は、ヨーロッパの君主の中で、所有資産が最大であり、約50億ドルを所有している。妻、マリー・キンスキーとの間に4人の子女がある。ありがとうございます。